貧しい富豪たちは、1958年制作、公開、D のリージ監督によるイタリアの映画である。イタリア式コメディの一作で、貧しいが美しい男たちに始まり、美しいが貧しい娘たちと続いたシリーズの第三作、完結編。本作は、1956年に制作され、翌1957年1月1日に、 公開された D のリージ監督の貧しいが美しい男たち同年制作同年12月20日に公開された美しいが貧しい娘たちに続いてイタリアの映画会社キタヌスが制作ローマ市内でロケーション撮影を行って完成1958年に同社がイタリア国内で公開した脚本は3作とも D のリージ パスクアーレフェスタカンパニーレマッシモフランチオーザがオリジナルシナリオを共同執筆したが本作では劇版音楽がピエロピッチオーニからアルマンド・トロバヨーリニバトンタッチ全2作で主演したマリーザ・ラジオは本作では降板しレギュラー女優であったロレッダ・デルーカ・アレッサンド・ラ・パナーロが主演集団に昇格した日本では本作に関しては イタリア文化会館等での上映を除いては、劇場公開されておらず、2010年9月現在、DVD 等のビデオグラムも発売されていない。貧しいが、美しい男たちポーベリマベッリ美しいが、貧しい娘たちベルマパベア貧しい富豪たちポーベリ、ミリアナリー。ありがとうございます。